大地の記憶を呼び覚まして、かつてこの地で起こった戦いを再現したわ。炎焼陣、無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に地中を倒そう。殿、わかりました。全軍共に進軍を援護してください。エクション打ち取ったり。尊敬様、私もお供いたします。ありがとう天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。主膳だ、天砲だ。前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか。任せる。殿が明らかにされるまで耐えん。孫権様に会いたいのです。私を倒してください。かけるとしよう。戦いたくはないが仕方ない。尊敬様、止まって。それ以上進んじゃダメ。いや、悪いがここは通してもらう。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。ん、コンされたのはそれがしだけでしょうか。いたた、やられちゃったけど、僕には勝てたみたい。尊敬様、ごめんなさい。父上、銃を引きください。撃進撃ち取ったり。その話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば共にかけると力ずくで来い。はい。その程度ではなかろう。どうしたけん。その程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。無事、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。そうだな、剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。分かった、頼むぞリクソン。敵軍の分断は成功したぞ孫策。このまま押し潰すれ。よし、増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるか。総員、ひるまずを射せ。共にかけるとしよう。はい。無理はするな。第二陣、出陣せよ。やってんな。俺も前線に出たいぜ。ダメだ孫策、君は待機していてくれ。ヴィルセウスの気配はまだおぼろげね。この戦いの記憶をもっとたどる必要があるわ。よし、このまま畳みかける。リクさん、奥の手はまだなのか。まだです、もう少し耐えてください。よし、本陣を叩け。リクソンのやつ動かねえな。シュー、伏兵とかあるんじゃねえか。しかもこれでリクソンの才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんな。待たせたな、親子揃って援護に来てやったぜ。大使主義、孫権殿の指揮のもと大井作戦に参加する。私の出番か。間に合いましたか。私の出番か。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。
私の出番か。これはペルセウスの気配、間違いないわ。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。ケン兄様のこと甘く見すぎたみたいね。とはいつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。みんな幻との戦いに備えておいて。ペルセウスの気配はもうすぐそこよ。無事に欠片が手に入ったわね。この調子で集めていきましょう。ペルセウスの欠片を持ち帰るには戦いの記憶を正しくたどって勝利しないといけないわ。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼むぜ。わかりました、お父様。みんなよく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。共にかけるとしよう。はい。参りましょう、孫権様。よくやった、てめえの腕には期待してるぞ。大使人、お前も共に兄上のところへ行くか。はっ、喜んでお供しましょう。ふん、うまくはめられてしまったな。まあいいじゃないか、リクソンの成長を素直に喜ぼうぜ。先ほどはリクソンにしてやられましたが、ここは通せません。注意、私も止まることはできぬ。押し通らせてもらうぞ。父様には戦う理由があるの。だからケン兄様、本気で行くわよ。分かっている、証拠。正々堂々勝負しよう。思いっきり。あなたには同情するわ。家族同士で戦うことになってしまうなんて。そうね、でも私は悲しくないの。家族だからこそまた同じ道を歩けると思うから。家族を信頼しているのね。戦う前にその言葉を聞けてよかった。美しい動きですね、蝶の舞うごとくです。ん、婚されたのはそれがしだけでしょうか。よく前線を支えてくれました。さすがは主膳殿です。さあ、見たかリクさん、俺は家系だけの男じゃない。久しぶりだな、氏康。お前は信長の考えを理解してると思ったが。ああ、その上でこっちに着いた。あとは一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら受けて立とう。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。この孫文体を打ち負かすとは見事なものだ。さあ、うまくいったぜ。